リオハル、リオハル、イデホ、韓国語、1982年6月21日体、は、大韓民国、富山広域市出身のプロ野球選手、内野手。幼少期の頃に、父が死去し、母とも別れ兄と共に祖母に育てられた。家庭は貧しかったと語っている。小学生の時から野球をしており、喜び南高校時代は、投資権4番としてプレー。 2000年、カナダのエドモントンで行われた世界青少年野球大会に韓国代表の投手として選出される。大会では、金大金、アキ秋新守、低根坂エらと強力なクリーンアップを形成し、チームを優勝に導く。大会通じて打率。530打数15安打、3本塁打を記録。打率は、アメリカ代表のジョーマウアーに次ぐ、大会。 第2位の成績だった。ニロッテジャイアンツに入団した。肩を痛めたことにより、打者に転向。当時の監督であった、白ラ隆から、体重の減量を命じられ、無謀な訓練中に膝を怪我した。リオ・ハルは、この時期が、野球人生で一番、辛かったと回想している。膝の怪我の影響で、出場機会が少なかった、は、レギュラーに定着、には、 クボーオールスターゲーム最優秀選手賞を受賞し、公式戦全126試合に出場した。2、首位打者、本塁打王、打点王を獲得し、乗り1万首以降22年ぶりとなる三冠王となった。得点圏打率も398と最も高く、一類手としてゴールデングラブ賞を受賞した。しかし、最優秀選手投票では、 チーム成績が7位と悪かったことと、本類打、打点の数が低かったことが、あだとなり、投手3冠を獲得した、リューケンブリが最優秀選手賞を受賞。4月21日の現代ユニコーンズ戦では、射食野球場初となる推定飛距離150メートルの場外本類打を記録。最終的に打率、335、29本類打、87打点。 アップス1.053を記録した。は、北京オリンピック野球韓国代表として、指名打者で出場。対アメリカ合衆国戦、対日本戦、和田武史から2点本塁打、オランダ戦で、本塁打を1本ずつ記録し、大会最多タイの3本塁打を記録。大会通じて打率、360.10打点と、国際大会でもその打撃力は発揮された。 大会前までには兵役を免除されておらず、この大会でメダルを獲得すれば免除されることが待っていたため、チームの金メダルによって兵役は免除された。2> 第2回 WBC 韓国代表に選出される。しかし、大会通じて打率278打点ごと目立った成績は残せなかった。レギュラーシーズンでは WBC 代表に選出された選手が、 相次いで戦線を離脱する中、4年ぶりとなる前、試合出場を果たした。チームは前年の3位から4位に順位を下げたこともあり、契約公開では年俸の削減対象とされたが、3000万ウォンの年俸増を勝ち取った。8月14日の対キュアタイガース戦で、世界記録となる9試合連続本塁打を放った。八月二十日のタイトサンベアーズ戦では、理性用、 陳唱主が2003年に記録して、以来となる自身初のシーズン40本塁打を放つ。最終的に打率、364、44本塁打、133打点で、自身4年ぶりに止め、韓国9回初となる打撃三冠王を達成。その他、安打数、出塁率、長打率、得点まで並び門でトップを記録するなど、プロ入り後最高の成績を収め、 レギュラーシーズン最優秀選手にも選ばれた。1月、複合に年俸調停を申請し、調停委員会が開かれたが、本人が要求した7億ウォンではなく、球団側が提示した6億3000万ウォンの年俸が通った。レギュラーシーズンでは打率、357、27本類が、113打点、アップス1.011という好成績を残したが、MVP 投票では、 当主四冠王のインスズが最優秀選手賞を受賞した。2011年オフ FA 宣言。同年12月5日、日本プロ野球のオリックスバファローズへの移籍が発表された2年契約。当初希望した背番号10番は大引き刑事52番はアーロムバルディリスとすでに主力選手が使用していたため2011年ドラフト会議で 指名され入団した新人の佐藤達也に与えられた背番号25となった。なお、阪神もこの時より以前から獲得を目指していた。開幕戦で4番を務め、チーム初打点となる敵時打を放つも、開幕15試合目にして、初の長打、17試合目にして、初本塁打を記録する等、等3.4月は月間打率、233と開幕当初は、 日本の野球への順応に苦労した。しかし、5月に入ると緩やかに調子を上げていき、5月19日の、対東京ヤクルトスワローズ戦では9回表西の、土壇場で、トニー・バーネットから、逆転乱を放ち、その裏に同点に追いつかれるも延長戦の末に、勝利したチームの連敗を6で止める契機となる、一撃となった。すると、この試合から3試合連続本塁だ。 5月25日の対広島東洋カープ戦では延長10回裏に岸本秀樹から NPB では初のサヨナラ打を放つと5月は月間打率3228本塁打19打点の活躍で月間 MVP を受賞したその後も6月2日の対読売ジャイアンツ戦では1試合4安打ん7月も打率338 7本塁打18打点の活躍で2度目の月間 MVP を受賞した。8月以降は疲労からかやや調子を落としていったが、9月8日の対北海道日本ハムファイターズ戦でも延長10回裏に石優也から2度目のサヨナラ打を放つと、随所で勝負強い打撃を発揮し続けた。最終的には全試合で4番打者として出場し、打率。 286、24本類打91打点の成績で打点王のタイトルを獲得し、最下位にあええだチームにあって、主軸として奮闘る働きを見せた。2月、大引けが日本ハムにトレードされたことを受けて、背番号を兼ねてから希望していた12変更。公式戦の開幕前には、NPB の球団に所属する韓国人選手でただ一人、 第3回 WBC 韓国代表に選出された関係で、オリックスの春季キャンプに参加できなかった。韓国代表は3月5日に一時ラウンド B 組3位で、大会からの敗退が決まったため、同月10日にはオリックスへ合流。オープン戦の終盤から NPB の実戦に復帰している。公式戦では、7月28日の対西部戦、西部ドームにおいて、 6回表の打席で、空振り三振の判定をめぐる球審の西本、近似への抗議から侮辱行為で PB では、初の退場処分。その一方で、9月28日の対日本ハム戦、京セラドーム大阪で NPB では、初の満塁本塁打を放つなど、前年に続いて会に低迷するチームの4番打者として、奮闘した。この年でオリックスとの2年契約が満了する、 関係で、チームが公式戦に試合を残していた10月8日に、出場選手登録を抹消されたが、シーズン通算では、NPB では、初の打率3割と2年連続の24本塁が、9打点を記録。シーズン終了後には、リオハルの意向を受けた、代理人が、リオハルの残留を希望するオリックスのフロントと、交渉を重ねた。しかし、条件面で、 折り合いがつかなかったことから、球団本部長の瀬戸山隆造は11月14日に交渉の決裂とリーハルの対談を発表した。12月24日に福岡ソフトバンクホークスがリーハルの獲得を発表した。保証額は2年総額9億円。推定で3年目はリオーハル側が選択権を有する契約。背番号は 同年からオリックスで着用していた銃に決まった。なお、ソフトバンクは1月23日に、オリックス時代のリノ通訳だった、テーマサリューの入団も発表している。シーズンは、全試合に4番として出場し、ソフトバンクのリーグ優勝と、日本一に貢献。自身初の優勝経験となった。個人成績では6月に打率4割を記録して、月間 MVP を受賞。 最終的に来日後最多となる170安打、チームメイトの中村明に次いでリーグ2を放つも、後期には弱く得点圏打率は、244と伸び悩み、打点や本塁打が前年より減少した。2は、一軍監督に就任した、工藤君康の方針で5番打者に起用、内川誠一が開幕から4番打者を務めていた。しかし、李自身は、 内川が欠場した8月13日の対、オリックス戦、福岡や福岡、ドーム2の年初めて4番打者として出場。2安打4打点という成績を残すとともに、3点本塁打を放ったことによって、4試合連続本塁打を記録した。レギュラーシーズン23では、1軍公式戦1 4 1試合に出場。打率は28、282に止まったが、31本塁打。 98打点という成績で、チームの2年連続リーグ優勝に貢献した。東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは、開幕前の肋骨骨折で欠場した内川に、代わって、再び4番打者として出場。5試合で16打数8安打2本塁打という、好成績を残し、チームをシリーズ連覇に導いた。また、5試合で終了したシリーズでは最も多い通算。 8打点を記録し、韓国人選手初の日本シリーズ MVP に選ばれた。プレミア12では、韓国代表の4番、指名打者として全試合に出場。ドミニカとの予選、第2戦では、逆転本塁打を放ったことで、チームに大開発の得点をもたらした。さらに、東京ドームで開かれた日本との準決勝、11月19日では、 一点ビハインドで迎えた9回表虫満類の打席で二点的自打を放って逆転勝利に貢献。チームはその後の決勝のアメリカ戦も制して優勝し、大会終了後にはリバ、リは指名打者部門でベストナインに選ばれた。ソフトバンクとの契約期間が2015年で満了したことから、同年11月3日に韓国、 ソウル特別市で開いた記者会見で翌からメジャーリーグに挑戦することを明言。球団ではこの会見を受けて保留選手名簿に理を記載しなかった。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示。理自身は2015年の12月上旬に MLB のウィンターミーティングへ参加。メジャー契約での移籍に向けて 複数の球団と交渉を進めた。ちなみに、ソフトバンクは、リートの再契約交渉で、MLB の球団を上回る、条件、推定5億円の年俸や複数年契約など、を提示したという。2月3日に、シアトルマリナーズとマイナー契約を締結。3月下旬には、上記の契約を破棄する条項を追加することによって、 メジャー契約へ移行した場合に推定年俸100万ドル、最大300万ドル出来高待遇を受けることが報じられた。契約後は、招待選手としてスプリングトレーニングに参加した。オープン戦19試合へ出場した時点で打率、251本塁打、アップス713という成績にとどまっていたが、前述した。 契約破棄条項公式期限の3月27日にメジャー契約へ移行。25人枠入りを果たした。4月4日にはテキサスレンジャーズとの開幕戦に代打で出場。13日の同カードでは延長10回裏西一塁で代打に起用されるとジェイク・ディークマンからさよなら本塁打を放った。マリナーズとのメジャー契約1年目の選手が MLB 公式戦で 代打サヨナラホンダを記録した事例は、球団史上初めてである。以降の公式戦ではスタメンにも起用されたが、オールスターゲームによる集団期間を境に打撃が低迷。後半戦の打率は、109で、一時は参加 3A チームのタコマに降格した。9月初旬にメジャーへ、再び昇格したが、同月後半から再び不調に陥ったため、シーズン終盤には、 スタメン起用の機会が減った。MLB 公式戦全体では14本塁打を放った一方で、一時は3割に近かった打率が253にまで低下した。なお、シーズン終了後には2017ワールドベースボールクラシック韓国代表に選出。その一方でマリナーズから FA になったため、久保や NPB への復帰も視野に入れていることを示唆した。 1>, 1月24日にロッテジャイアンツと契約。契約期間4年、年俸総額150億ウォン。金額は推定という条件で、2011年以来の復帰を果たした。李自身は、日本からのオファーも最後あったが、韓国9回に復帰を決めた理由として、アメリカでのプレーという夢を叶えたので、ロッテに復帰して、韓国シリーズのチャンピオンになることが次の夢になったから、 と述べている。2017年には、久保レギュラーシーズン開幕前の3月に開かれた2017、ワールドベースボールクラシックで、韓国代表の4番打者に起用された。しかし、一時ラウンドプール A、韓国ラウンド最初の2試合で、通算1安打と振るわず、チームも2敗で一時ラウンドでの敗退が確定した。さらに、一時、ラウンド最終戦のチャイニーズ台北。 台湾代表戦では、2回裏の第一打席で、ハンタケシリンの投球が頭部を直撃、記録は支球。李自身は、大事に至らず出場を続けたが、6回裏の打席でも、高滑走から支球を受けたため、大走と交代した。2017年の久保リーグのレギュラーシーズンでは142試合に出場。リーグ4位の34本塁が、リーグ5位の111打点。 リーグ15位の打率320を記録したほか、オールスターゲームにもファン投票を経て一類一種として出場した。2007年に社職野球場で推定飛距離150メートルの場外本塁打を記録したこともある長打力に加え、身長190センチメートル超えで体重は100キログラムを大きく超える曲ながら器用にボールを捉える柔軟さを備える。 右方向への流し打ちを得意とし、変化球への対応も良く、打球を広角に打ち分ける。守備では主に長身を生かして一塁手として起用されるが、三塁手として出場したこともある。秋守心守る、主進スとは幼馴染である。李は秋に勧められて、野球を始めた。高校時代に秋は、富山高校のエース兼四番打者であり、李は、 喜び南高校のエース兼4番打者だったため、二人は友達でありながらライバルだった。李は秋について、他の選手とはレベルが全然違って、野球の神様だと思った。小学生の時から秋心守るは、すごい選手で、俺の英雄だったとコメント。韓国ロッテ第一期時代から、事前事業に力を入れている人物であり、寄付天使と言われたことがある。 韓国ロッテ第一期時代の愛称は大きな子供。日本に移籍後、韓国に住んでいる妻に電話をしすぎて、携帯料金が10万円を超えたことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。